皆様、コニヤマトです。ウクライナに世界各国の支援が。アメリカも自爆型ドローンを提供するそうですね。英国でも支援のため武器を提供するそうです。記事を読みます。英国はウクライナに装甲車を提供する計画をしている。英国防省で検討されているのは、マスティフのような防護警備車両や、チェッカラなど偵察、長距離警備に使用できる車両です。訓練実施のために、英軍兵士らをウクライナに隣接する国に派遣予定だそうです。近日中に、対戦車、対空ミサイルを含む、さらなる支援を英は発表予定らしいですよ。アメリカでは、プーチンの侵略に対抗するため、米国上院は、梅爺が、ロシアの侵略の文脈で、ウクライナにより、効果的に、武器やその他の物資を供給し、輸送することを可能にする法案を可決しました。ちょっと失礼しまちゅ。マスティフとは、クーガー装甲車の派生型です。対弾、対白車両メーカーである、フォースプロテクション社、フォースプロテクション、INC が開発した対地雷複脚防護装甲車、MRAP の一つで、弾道兵器と地雷に対する防御を施された車両ねちゅ。消火器は対戦車地雷、IED から防護するために、特徴的な設計と素材が組み合わされており、広範囲からの攻撃に対しても、乗員とエンジン区画の両方を守り待ちゆ。2004年の海兵隊レポートでは、ロバート・ゲイツ国防長官は、クーガーが300回以上に上る IED 攻撃を受けたにもかかわらず、死者はなかったと報告していまちゅ。イラクでは、クーガーは多数の IED 攻撃を受けましたが、数例の犠牲者だったそうでちゅよ。ちなみに、IED とは、あり合わせの爆発物と起爆装置から作られた、規格化されて製造されているものではない簡易化性爆弾の総称でちゅ。日本の防衛省では、即成爆発装置あるいは即成爆弾と略して今ちゅ。失礼しました。続々支援が集まってますね。そして、ロシアはキエフを撤退。うどんというところに兵を集結させてるそうですよ。記事を読みますね。うどん大決戦。キエフの人々に即時避難を呼びかけ。ウクライナ政府は大決戦を警戒し、国民の被害を少なくするため、同国東部の人々に即時避難を呼びかけた。ロシアはウクライナの首都キエフの包囲から撤退しました。キエフを包囲していた数万のロシア軍は戦力をウクライナ東部に集中的にシフトし、プーチンは大決戦に備えているのではないかという見方が広がっている。今回の戦で、ホワイトハウスは、ロシアの銀行とプーチン大統領の娘2人に制裁を課し、英国は、ロシアの銀行2行を制裁し、年内に、ロシアの石油とガスの輸入をすべて排除することを宣言しました。AP 通信によると、米国国防当局者が、匿名を条件に語ったところによると、ロシアは推定2万4000人以上の部隊をキエフとチェルニヒフの北部地域からすべて引き上げ、補給と再編のためにベラルーシかロシアに送り、将来的にはウクライナ東部を標的として攻勢をかける可能性があるとのことだ。ロシア軍が市内の病院を空爆し、50人が傷死した病院もあったという。これによりマリポのインフラの 90% 以上が破壊されたという。ロシアの攻撃により、戦略的都市アゾフへの食料、水、燃料、医薬品の供給が断たれ、住宅や企業が破壊された。英国の国防当局によると、16万人が、まだ、マリポの街に閉じ込められているという。米国の新たな制裁措置は、スベルバンクとアルファ銀行を対象としているが、エネルギー取引は、今回の措置の対象外である。スベルバンクは、同国の銀行資産の3分の1を占め、アルファ銀行は、同国第4位の金融機関である。タス通信は、アナトリン・アントノフ駐米ロシア大使の発言を引用し、ロシアの大手銀行2行に対する米国の制裁は、ロシア国民と一般市民に、直接的な影響を与えると述べた。そして、こんなニュースが、記事を読みますが、あまりにも怖い記事で背筋がゾッとしました。マリポの街は今やゴーストタウンのようなものだ。マリポの市長、バディム・ボイチェンコがメディアに語ったところによると、ロシア軍は作戦用火葬場をすでにマリポに設置しており、稼働中だとのこと。それは
ブチャの悲劇があまりにも衝撃的で、ロシア軍トップの将軍がブチャの数倍の死者を出したマリポに直ちに証拠隠滅を始めるように指示を出したという。遺体を運び燃やす役割を担ったスタッフはロシアに降伏したマリポの市民だ。バディムによると、戦が始まって以来控えめに見積もっても5000人以上が死亡したという。町全体の破壊は深刻で、未だに何人かが瓦礫の下敷きになっているかわからないからだ。実際の死傷者数は予想よりはるかに多いだろうとしています。そんな移動式火葬場って本当怖いですね。ウクライナに投降したロシア兵士からも移動式火葬場があるという証言があったといいます。私の想像を超えることが毎日起こって本当に怖いです。小山とくんの癒しコーナー。私は強い。この拳でやつをやっつける。あちょ、とても強そうには見えませんね。米国のエマニュエル駐日大使とロシアのガルージェン駐日大使がツイッターで応酬。エマニュエル氏は日本政府のウクライナ人道支援に謝意を表すとともに、ロシア軍は恥ずかしげもなく人道支援部隊を襲撃し、食料や医薬品を盗んでいるため国際的な支援がこれまで以上に必要になっている。駐日ロシア大使館エマニュエル氏の投稿を引用し、ガルージェン氏の名前とともに米国政府と NATO 北大西洋条約機構関係者が、を突き続けているのは厚かましい限りなどと主張。ロシア軍による民間人殺害を報じる動画投稿サイト YouTube のリンクを貼り付けました。これはつべつべさん的におこになりそうな内容なので、 URL はコメント欄に貼りますね。つべつべに投稿できないような動画って本当怖いわね。小山とくん、では最近つべつべさんの規制がひどく、せっかく動画を投稿しても黄色になってしまうことが多いです。チャンネル登録をいただくと励みになりますので、よかったらお願いします。ご視聴ありがとうございました。